旅人マサです。今回は銀座に正面にある月花ムーンフラワー佐賀屋銀座というお店です。このお店は佐賀牛をメインに季節の料理と季節の花木の映像を一緒に楽しむお店となっております。ムーンフラワーに一緒に行くと、次いつ行く、また行きたいなと必ず言われます。席は全部で8席ですが、案外行ければ他のお客さんの迷惑を受ければ2人で貸し切り状態になることもあります。料理はコース料理と映像の調和を楽しむためにお客さん全員一斉にスタートします。では料理と映像の調和をお楽しみください。